えー、2021年7月6日ですね。えー、7月7日は七夕で岩ワゴルフと。うん、明日、イワッゴルフやれたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。えー、で、まあ、任天堂関係の話で言うと、ちょっと SNS がにぎわったとっいうので、えー、任天堂の株主総会があったと。 で、そこの中で、任天堂の社長はどんなゲームが好きなんですか私は、新、新鬼ヶ島とか好きですね。なんていうやりとりがあって、それが非常にゲーム会社らしいと、ギスギスしてなくて素晴らしいっていうので褒められてた。じゃあ、これはなんで褒められてたっていうか、そんな質問が出たかっつうと、やっぱり業績がいいからだというですね。あの、なるほどねっていうね。 業績が悪いところはもうとにかく株主がキーキー言って俺たちを儲けさせろっていうふうになるだから任天堂もその Wii U とかの頃にあの社員をリストラしろなんていうふうに言われたりもしててあまあこういうのは儲かってる時はみんな穏やかなんだなと思ったりとかしますまあそれもあって、えー、日本の,あの税収平成21年度の税 20年度、21年度の,あの税金の収入があのあの最大だそうで、20兆円超えが初だそうで、そのうちの10兆円が法人税ということなんでね、大したもんだなと思うんですけど、まさかコロナ禍で上がるとは思ってないわけですけど、あの日本政府は税金泥棒ですね。<laughs> ちょ いいことに使ってください <laughs>。えー、まあね、僕ら去年10万円配られましたんで、ありがてえ、ありがて,ってえー、もらっておきゃいいかなと思いますけど。大したもんだね。あんまり経済動いてないように見えても、そうやって税金の収入は上がるんだね。あの消費税上がったりとか、まあ、物価が上がったりとか。 法人というものがいかにこうあのなんだっけ IT 産業とかが結構あの需要が伸びてたってってことはですよ他の産業が衰退してもいいんだっていうことの証明にもなるのでアベノミスクス・コエもちょっと思ったところでありますまあね知ってる人は知ってるんですけどあの ツリ、えー釣りロスあの、材木が少ないんだって、今、そのまあ、世界中その、材木とかが高くなってて、で日本で作る、うん、日本で杉の木切って材木を作るところも、あの材木を出荷できないと。で本来は 冬に伐採して乾燥した木を木材として加工して売るっていうことをやってたんだけどもう需要に応えなきゃいけないから今春先の木を切っててちょっとこう湿気のある木を切らないともうその来年までの出荷分がないというので慌てて切ってたりとかするっていうねうわピンチじゃんと思ってさ。 目先のことをやり始めたら人間終わるぞと思ってるんですけどそれで木がないとどうなるかっいうと家が建たない家を直せないリフォームできないっていうことで、えー、業者さんのところに材木がないそうですだから家が建たなくて家建つの3ヶ月待ってくださいとかっていうニュースがある中で、えー、税金は、えー、今世紀最大じゃなくて えー、史上最大の税収になってたりするわけで、任天堂は潤ってるわけで、うん、なんか、えー、言い悪いだなと思ったりとかしました。あ,あと、サンフランシスコのうマンションが崩落して、何人か行方不明だっていうさ、アメリカのニュースがあって、それが解体されたっつってさ、爆弾でドーンってやって、全部壊しちゃいましょうっていうそ、そうしないとハリケーンが来て、 あの瓦礫が飛ぶよりはいいだろうっていうので、ねえー、早速壊したっていうあの判断力の速さであるとか壊しちゃおうってなった時に綺麗に壊れるもんだななんて感心した次第ですまあそれに比べてですよあのー、昨日熱海のニュースちょっと触れてねいろいろ思うこともあるんですけど その熱海のニュースやりすぎじゃねって思ったりとかするのとその熱海のニュースの何日か前に大阪でなんかあの老人介護施設を作るっつって足場をちょっとなんか業者さんがいじってたらあのこう家がドーンドーンって落ちちゃってさ崩落しちゃってさ <laughs> そんな危なっかしいところに家建てるなよっつのもあるんだけど。 まあねしょうがないよね、日本は土地が狭いから、ーその長細い家がさ、4軒ぐらいたっ,ってところがさ、まあ、最終的にその全部ね、これが倒れちゃったりとか、そこに住んでた人が民宿住まいしてたんだけど、もう追い出されるとかっていう話とかを聞いて、それが熱海のニュースのちょっと前の話ですよ。 もうこれ忘れられてんだろうな大阪のだから大阪の行政の人はラッキーだなと思ったりとかしてんのかなと思ったりしますうん勝手なもんだね家が4軒倒れるより熱海で、ね、60棟ぐらいの家が流されたことは大ニュースだっつってさ何日も連続で報道してるっていうところに僕は心を痛めたりとかしてます以上です えー、というわけで、えー、僕は僕でね人が不幸になろうが僕は幸せになる道を歩もうと思うんで、えー、今日スイカを買ってきましたもう夢だったねスイカをまる。今までのスイカはカットスイカを買ってきてたわけですけど。 もう丸々大きいスイカを L サイズのスイカを買ってきましたねこれがさ1500円のやつを買おうか2000円のやつを買おうか2500円のやつを買おうかって迷ってたんですよででもせっかく買ってさスイカの中身割ってさ中身がこう巣状態だったら嫌だなと思うんですよあの真ん中のが割れててさなんか切ったらちょっと損した感じになるやつあれを僕 僕の地域では巣、巣、になってるっていうふうに言うんだけど、まあ、皆さんのところでどういうかわかりませんけど、じゃあ安いのはやめとこうつってって、2500円のスイカを買ってきました。えー、これを今、冷蔵庫でえ丸々1個放り込んで、キンキンに冷やして、明日か明後っていただこうかな、なんていうふうに思ってます。これをですね、半分に切ってですね、スプーンで作って、 食べるのが夢でした冷蔵庫を買ったらこれをしようっていうのでそのなかなかそのこだまスイカしか売ってなくてあのー、はい言葉忘れましたあまあこのこだまスイカしか売ってなくて残念だったからそれを「もういいや」つってあの「昼間のスーパー行ってこよう」つってえー 行ったたら置いてたんで純りに品種別にあの産地別に置いててくれてたんで、えー、じゃあ僕はもうこれ、ね、岐阜県産ですか、えーえー、買ってきました一番高級なのを買ってきたからこれが7月僕の楽しみになります、えー、<laughs> 食べるぞうこうもっと暑い日でみんみんってなってる時あたりに買いたいです 食べたいですね、えー、以上ですじゃあ終わります